ここですか。パート1、シロさん編から少し時間は遡り。クイズ。あれ？実は、3チャンネル韓国心霊掃除の前日、トーマさんから緊急会議が開かれていた。今回行く場所って、校舎というか学校って言ってたじゃないですか。はい、横長の塔 の、はい、校舎一つあるって言ってたんですけど、うん、実はなんか調べてたら、近くに、縦長の校舎みたいなのがもう一個出てきたんですよ。ここですか。パート1の城山編で掃除していた校舎の近くに、新たな縦長の校舎が発見されたと、トーマさんから報告があった。僕、前回、韓国の皆さんと来た時に、見れてなかった場所なんですよね。2箇所あるんですか？2箇所あるっす、2箇所あるっす。じゃあ建物を3人で回るって感じのコラボじゃないってことですよね。そうそうそう。そしてこの場所を掃除するのが。でも、トーマ君は多分そっち行った方がいいですよね。行ったことない。確かに。俺、高校行ったことないんですよ。とか、1年しか行ってないんですよ。中卒なんで。うん。はい、だからやっぱりその高校生活、ちょっと味わいたいということで高校の方の校舎希望のという形で、はい、よくわかんないんだけど、うん、そんな経緯がありパート2のこの動画ではターチャイとトーマさんでこの縦長の校舎を掃除していく。なおこの動画は黒城チャンネル、おかすい、トーマさんの3チャンネルからなる韓国心霊掃除のパート2にあたる動画になります。パート1がまだ未視聴の人はまずそちらをご視聴した上で本動画のパート2をお楽しみいただくことをお勧めします。ここ縦長いっすね。そうなんですよ。あっちのシロちゃんの方が横縦の塔なんですけど、はい、こっちが縦に長いっていうか僕の方では前回ここ取れなかったんですよね。そう、学校は小学校、中学校、高校？学校としか聞いてなかったんで。でもなんか日本でもあるじゃないですか、中高一貫校とかで、ね、近くに同じ領土とか領土っていうか敷地内にそういう感じなのかなと思うミッション。いやー、やっぱり怖いな。カチンカチン言われると。え？何今の？女の人が歌うような声聞こえます。聞こえました。異様に声っぽいのが聞こえるような気がしますけど。はい。いやー。ねえ、これ大丈夫？いやまあ、ここは高齢率が結構強力なのが行われた場所っていうことなんで、まあ、横長の塔でも前回行った時結構怖かったですけど、もしかしたらこの曰く縦長の塔に対しても該当するものかもしれないんで。いや、なんか今日すごいな。あ、水の音かな。雨降ってないですけど、まあ、流れんのみたいな溜まってるやつだといいですけど。いやー、やっぱり怖いな。カチンカチン言われると。そう、今シロさんがね向こうの方の建物に行ってくれてるんで僕とトーマさんで。え、これ本当に本当に言ってる？充電まだ結構あったっすよ。ほら、もう切れるはずがない充電量ある。取れてるよね。じゃあどういう感じで切れたんですかね。トーマさんが持っていたカメラが止まった瞬間のシーンがこちらだ。
で切れてんのか。え、どういうこと、まあ、もう一回切れたらちょっとバッテリー変えてみますけど。まだ絶対ありえないね。 60% 以上ありますもんね。ありますね。これ何、バッテリー残量が少なくなったのか使ってるじゃないですか。ちょっとバッテリー変えてみます。なんか、なんだろう、 60% ってなってるのおかしいっすね。 60% はそうですね。なんか、充電できないとかだったらわかるっすけど。おはようございます。ごめんね。いや、しゃ、でもすごい耳鳴りがしてます。ここに登った瞬間、えぐい耳鳴り。地下室があるなと思っただけなんですけど、我々もちょっと今人がいないかどうかだけスケーパッと聞こえました。なんか聞こえたっすね今、チッみたいな。僕にはちょっと人の声っぽく聞こえたっすけど。本当ですか。うわー、ちょっと怖いな。この日本にはない空気感がありますよね。そうなんですよね。うわー、これいけないっすね。あ、やっぱり溜まってます。はい、大変なことになってる。うわー、女の人の声。よじゃいにか。韓国語喋れるんですか。全く喋れないです。心霊用語だけ教えてもらいました。誰がいますかとか。よじゃいにか。反応はなさそうですね。ないですね。女の人いますかって。ああ。あと男の人ですか。すごいな。心霊用語してるって。ちょっと待ってもいいか。ちょっと待ってって何ですか。チャムシーマンス。チャムシーマンス。チャムシーマン。チャムシーマン。いやでもこの地下に水溜まってる感じロマンあるっすよね。いやなんかやっぱり水回りですからね、これがやっぱり日本と変わらないのであれば、幽霊が来る一つのなんかね、理屈じゃないですけど。ロッカールームか。あ、ロッカールームの先になんかあるな。これも学校だったんですか。え、お風呂場があるの。脱衣所っぽく見えますね。いや、結構でかいお風呂場がある。基本的に全体的に水場ですよね。そうっすね。まあ、もう一つの横長の方でも人の叫び声が地下から聞こえたって話でしたけど、もしかしたらこっちの方の話だったりするんじゃないですか。いや、マジあると思います。どっちかわからないですもんね。トーマさん、これ合わせ鏡だ。本当だな。うわ、すっごい合わせ鏡。光の加減がなんかおかしくないですか。
カピカした。え、気のせいじゃないですよね。いや、僕も今そう見えました。手で覆って、え、これ本当何、手で覆ったりしてないですよ。光の中影が、え、これ本当何、なんかライト加減というか、うん、チカチカしてる感じしますね。なんかしますよ、なんか向けるとなるんですよ。明滅してるというか、え、なんだ、なんで、さっきのやつ合わせ鏡とか言ってたら、これ学校なんですか。まあ学校っていうことで聞いてますね。まあすげえ、はい、サウナ室だ。めちゃくちゃいいな。もう後ろから女の人の声しませんでした。聞こえましたよね。そうですよね。どうじゃいにか。なんか見慣れしてきた。見慣れします。全く同じタイミングで見慣れしてる。え、マジですか。本当に本当に、足を止めて。え、もう帰りそう。いや、なんかね、ここやばい。なんかね、すっごい冷や汗かいてる、うん、広いっすね。めちゃくちゃね。これ縦にも長いし、うわ、ここもなんか水場だ。まあ、ギリ渡れそうではありますけど。うわ、この部屋何、すっごい空気悪い。なんかここだけちょっと壁の色がそのかびてるというか、うん、違いますよね。違いますね。こんだけかびるんであれば他のところもかびててもおかしくないと思うんですけど。そう思います。くっそ、あれ包丁じゃないですか。え、包丁、あ、包丁っぽくない。あ、鎌か。川ですね。何のために使ってたの、うん、うわ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 、何ですか、何ですか。まあ、横長の塔でも前回行った時結構怖かったですけど、まあ、ここは高齢率が結構強力なのが行われた場所っていうことなんで、もしかしたらこの曰く縦長の塔に対しても該当するもののかもしれないんで、該当するもののかもしれないんで、該当するもののかもしれないんで、該当するもののかもしれないんで。朽ちた後ですかね。それにしてはでも一部分しかないような気もしますけど、うん、とかはないんですよ、うん、え、何、うわ、大事、寮なんすね、多分。おそらく今僕たちが掃除しているこの場所は、置いてあるものや建物の設備から見て、シロさんが掃除している廃学校の学生寮であることが判明ですね。学生さんたちが寝ていたベッドでしょうね。だからスポーツとか強そうっすよね、あのお風呂場の感じとか。あー、確かに強豪だったんだろう、なんかの。
なんか。カレンダーだ。2016年って書いてますね。割と最近ですね。8年前までここには人がいたんだ。こんな朽ちちゃうんですね。人がいないと。さっきの部屋とかやばかったっすもんね。なんか一部屋。え？立ち上げますか？何がっすか？え？なんか聞こえました。あ、見事みたいな。てか立ち上げさんの位置あたりで。うん。え、俺聞こえてない。確かに、トーマさんが言うように、ターチャイの声と同じタイミングで、音声に一瞬変な声が。8年前までここには人がいたんだ。こんな朽ちちゃうんですね。人がいないと。さっきの部屋とかやばかったっすもんね。なんか一部屋。え？立ち上げますか？何がっすか？とかやばかったっすもんね。なんか一部屋。え？とかやばかったっすもんね。なんか一部屋。え？とかやばかったっすもんね。なんか一部屋。え？立ち上げますか？マジ。近かったっすよ。マジ。なんかアプローチ。本当だ。見つけた。って女の人の高い。って聞こえました。しかも本当こんなかこんなか。はっきりはっきり。ね。え、聞こえません？今も。え、めっちゃ聞こえためっちゃ聞こえた。なんか。僕に聞こえたり、タッチャイさんに聞こえたり、聞こえてるときはお互いどっちかに聞こえてないですよね。女性の方がお住まいというか、寝ていたようだったのかな、ここの部屋。女性寮ってことなんですかね。可能性はあるかも。男子のトイレ。おそらくあれでしょうね、シロちゃんと一緒に見て回ったところが勉強するところで、うん、ここは休んだりシャワー浴びたり。そういうことですね。そういうことなんですね。たっちゃいそう。あれって違いますよね。これなんですか。いや、まあまあそうは思いたくはないですけど、見え方的にはなんかそう見えちゃいますよね。黒ずみ方とかも違うとは思いたいですけど。確かにね、なんかそう言われるとそういう風な見応えはありますね。え、何の音？カーンみたいな音じゃないですか。あ、そう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 。それ多分これじゃない。ドゥーンっていう鍵盤弾くみたいな音聞こえませんでした？え、これじゃないのか。もうそんなんじゃない。確かにね、なんかそう言われるとそういう風な見応えはありますね。今の音、ドゥーンっていう、なんか上から。え、これピアノってやばいですよ。どっかに。これもし上に行ってピアノあったら最悪ですよ。最悪で最高ですよね。いや、でも何かしらいらっしゃる感じがしますね。あ、女子トイレか。女子トイレですね。じゃああれだ、このトイレにも女性がいたってことは間違いないですね。間違いないですね。そう考えると、泣いてるような声じゃない。うす、まだ聞こえる。聞こえる。すっげえ高い音が耳にめっちゃこびりついてくる。俺さっき強烈な、耳鳴りが一回あって、はい、どうじゃいいか。耳鳴りしてきた。あった、こんなに耳鳴りしてる。
本当に本当に。お風呂場のところでもあのサウナ室の前で耳鳴りしたんですよ。あ、それ僕と一緒で同じタイミングで、そっから高い女の人の声がずっと聞こえるって感覚めっちゃ一緒なんですよね。でも何も言わずとも言ってること一緒っすよね。今高い声が耳にこびりついてきます。なんかがっつり聞こえているっていうよりかは、今も聞こえたし、今も聞こえた、今喋ったっすよ。いや待って、本当大丈夫か。でもコウモリとか行ったらもうちょっと出くわすっすもんね。出くわす出くわす。どこからだこれ。さっきの。聞こえた。なんて。女の人の声。なんかずっと声聞こえる。で今のカーンとかもあるし。何今の。っていうおじさんの声聞こえたの、本当に強かった今。2階に来てからというもの、女性と思われる声が尋常ではないほど聞こえる。女性の声、女性の声。どうしましょうかね。まあとりあえず、じゃあ僕はそこ見に行ってきましょうか。ダチェさんは上見に行ってきます。そうですね、そうしましょう。上から女の人の声。上ですね。まあ、一旦分かれますか。分かれるんだけど、声あっちの方から聞こえてるって嫌なんだよな。あっち？見に行きましょうか。一緒に行きます？なんかトーマスがこんな弱気ってすっごい俺新鮮で、逆に恐怖煽ってくるんですけど。めっちゃ目キラキラしてるんですよ。なんかとうとうこっちの領域ができたかっていう。怖いもん怖いですからね。そう、珍しい。何ここ。なんだろう、すごい不安な空間。そうですね、ちょっとなんか腹痛いんだよな。なんだろう、うんこじゃないですよ。本当空間なんでしょうね。なんか聞こえてます？トゥガイスミニカうお、いやすごいな。壁はカビだらけになってて、その上に、うわ、臭い、腐った布団が山積みにされてますね。でもこっちから見る感じ、こっちもなんか布団の山積みっすね。鳥が一気に鼻に入ってくる感じがする。ああ、もうトーマさんも本当にもうマスクつけましょう。もうトーマさんの顔はもうみんな知ってます。そうだ。トーマさんが気になるという場所を確認しに行ってみたが、不気味さはあったものの、あの時聞こえた女性の声など関連した心霊現象はなかった。でもそうなると、はい、さっきのものとマジでわかんないですけど。しかし。結構大きいのが2発、3発くらいありましたよ。うん。もう一つ上の階行ってみますか。そうですね。僕たちはピアノの音が聞こえた3階へ。
なんかでもちょっと臭くなってきてる。上のが臭いっすね。大体さん、この回見てみます？そうします。よく上見に行ってきましょうか。ありがとうございます。気をつけてください。本当に気をつけましょう。なんでここが潰れてしまったんだろうか。ただ本当ピアノの音が本当に気になってはいる。ピアノがなさそう。なんかしっかりへばりつくというか、何かが近くにいるような気配。ここで最初分かるかな。これは物置ですね。僕らに対して放った言葉というか、びっくりした。ごめんなさい。うわ、なんかここの回怖いですね。なんか今めっちゃ人の声聞こえてるような気したんですよね。言語とか、しかも僕の知ってる単語だったんですよ。韓国語ってことですか？まあもちろん。あのそこの扉を閉めると、はい、ここね、なんか部屋の中からぼやって聞こえたんですよ。ぼやって何みたいな意味なんですけど、なんか今この扉からは物音が聞こえた。まあもしかしたらこの階が男性で、さっき女の子の声っぽいのが聞こえたのが女性で、階層によって今ぼやって聞こえなかった。今男の人の声でぼやって何っていう意味だと思うんだけど、ナムジャイニーか、ドガイスミーか、状況的に僕らに投げかける言葉としては、うん、ね、おかしくはないかなって。確かにそうっすね。カメラに入ってるかもしれないですけど、特に全体的にロッカールームのようですね。そうっすね。このフロア自体は、はい、あ、けどこれありますよ、はい、次の部屋のやつ。本当だ、これね、
ですけど、ここの何だろうか、いやすごい見られらしくて、壁というかドアノブに巻いてたりとか、知ってたらその部屋には入るなとか封印されているとか、そういった意味があるらしいですし、であと僕らを幽霊から守るときとかも、僕らの腕にこれを巻いて守ったりするっていう意味があるらしいです。ちゃんとそういうなんかなんていうんですかね、スピリチュアル的な意味があることですよね。そうです。これ何これ、弱くなるんだけど、ほんと急に。確かに突然こんなところにぽつりね落ちてるような感じなんで、普通に考えればここのドアに巻きつけられていたものなんじゃないかなって思っちゃいますけど、そうですね。でもこれで最後っすよね。え、今見た？何ですか？え、今見えませんでした？え、何ですか？え、今なんか階段をふわってなんか登ってく足、真っ赤ななんか、真っ赤なワンピースみたいな。見えたってこと？そう、なんかね、もうパッて見えたんですよね。え？いや、でもね、ちょっとね、これちょっとやばいかも。今俺本当にそういう、なんか、そう見えたとかじゃないレベルのやつなんですよね。え、上行きました？物置のはずです。さっき見てきました。待って、本当に何？本当に何？誰かいますか？聞こえましたね。え、待って、さすがに本当にいるかも。本当にいるかもしれないです。カメラ向けてましたよね。今向けてた。あ、確認していいですか？でもこれで最後っすよね。そうっすね。え、今見た？何ですか？え、今見えませんでした？でもこれで最後っすよね。そうっすね。え、今見た？ここね、はい、そこふわっと見えませんでした？なんもないっすね。女の人の声だと本当するでしょ？ずっとね、しますね。こっちなんですよ、本当ここだったんですよ、にふわってなんかでもなんかターンするかのような感じ。え、本当ちょっと一回本当にちょっと来てもらっていいですか？そう、本当なんかこうやってこっちに行くような感じだったんですよ。え、でも服とかめっちゃあるな。本当だ。びっくりした。今の本当何？急に。頭がそう思い込みたいな。いやーどう、韓国まで来ましたし。でもなんかもう本当にもう見た映像として頭にあるっす。でもまあ確かにそのオカルト的な話にはなりますけど、はい、霊能力者さんとお話しするときって幽霊が見える感覚って脳で見るとも聞いたりするんで。はいはい。ね、そうやって何かターチェイさんに伝えたいことがあって、その残像じゃないけど頭にちょっと吸い込んでくるようなイメージだったのかな。でも今まで本当なんか自分気づいてないけど映ってるみたいなケースもやっぱりちゃんとあるんですよ。で俺が振るのが遅かったのか、やった、なんだろう、びっくりした。
シャツ。このあれかな、ライターの影がそう見えたのか。いやでもね、ここなんかいると思う。俺ここいると思うよ。まあでも地下ですもんね、噂は。地下はまあもうプールですからね。上に来たんですかね。で女の人のこととかするしな、さっきからずっと。僕も初めて見たとき、おはようございます。来た。あ、だから、はい、あの見てほしい。はい、俺が韓国に行った時に見たものって覚えてます？なんか言ってたっすよね。あの赤い影みたいな。そう、赤い。はい。言ってたじゃないですか。はい、ちょっと見てください。マジやばいんですよ。まずタートゥイカメラから見てほしい。はい。でもこれで最後っすよね。え、読んだ。で、結果から言うと。はい。サーチャイカメラには何も映ってなかったんですか？そうっすよね。ここに立つじゃないですか。そうっすよね。映ってなかったんですよ。映ってないんです、はい、やっぱり。で、まあ映ってないかと思って、で、まあ、いろんなカメラあるじゃないですか。はい。コカスイのサーチャイの目線と顔カメラ、うんうん、で、はい、トーマさんのカメラがあるじゃないですか。一応そのシーンとかを、まあカットする中で見てて、はい。その場面とか、いろいろ切り替えするんですけど、うん、まあ、カメラ重ねてあるというかね、こういう感じで切り替えしてるときに、はい、でなんか登ってく足、真っ赤ななんか、うん、真っ赤なワンピースみたいな、見えたってこと？そう、なんかね、もうパッて見えたんですよね。え？いやでもね、ちょっとね、これちょっとやばいかも。今俺本当にそういうで、意味は分かりました。まず分かりました。分かりました。もう分かりました。もう一回いいですか？もう一回見てみます。はい、はい、真っ赤なワンピースみたいな、見えたってこと？そう、なんかね、もうパッて見えたんですよね。え？え？え？見えました？なんか分かりづらいと思うんで、もう一回見やすいですね。はい、え？え？なんか影あって、で、色調したら、今見た？階段をふわってなんか登ってく真っ赤なワンピースみたいな、これちょっとやばいかも。影あって、で、色調したらもう、上の黒いところが髪の毛っぽく見えて、髪の毛で、髪の毛が前にバッて全部出てる。これちょっと明度というか変えたのやばいな。ちょっとこの映像ちょっと怖すぎる。このやっぱこの、知事もちょっと一回勉強のために見た方がいいぞ。勉強のために見た方がいいよ、うん、このシーンに映ってて、はい、まあ、もっと分かりやすく見せると、うわっ、えあ、そんな乙女なリアクションか。怖いですね。怖っ。意外とそういう感じなんだ。でも知事の今いいリアクションうわーってしてくれてたけど、はい、まあ、モザイクかかってるからね、伝わらないと思うけど。いや、なんでモザイクかかってんねん。出ちゃダメな人じゃないでしょ。あ、いいんだ。いや、いいでしょ。あ、いいんだ、めんどくさいなと思ってた。モザイクかける人、わざわざ前に出てこなすって。編集ちょっとめんどくさいなってなってた。でも、本当にこれ、でも編集してて、あれなんですけど、トーマさんがすごい、うん、すごく近くで聞こえる、近くで聞こえる、ずっと言ってるんですよ。女の人の歌声、今聞こえました。女の人の声。耳にへばりついてくるような女の人の声というか、耳にへばりついてくるような女の人の声というか、耳にへばりついてくるような女の人の声というか、ちょっと編集してます。いや、まだ全然、まだ。で、こう、なんてやろう、ターチャイのカメラに、まあ、暗かったのもあるかもしれないですけど、映ってなかったり、でも、トーマさんのカメラに映ってたりっていうこともあるんで、もしあれ、次編集した時に、かなり結構よく見てた方がいいかもしれない。
映ってる可能性があります。